今回はリンネル1月号セブンイレブンセブンネットショッピング限定キッピス整理上手な北欧柄マルチポーチ2個セットの紹介です。こんな感じですね。2個と、まずはこちらからと、表面ビニールっぽい、なんかちょっとしっとりしたビニールっていう感じですかね。うん、柄はすごい可愛いです。で、ここにキッピスのロゴのタグがついてますね。サイズが、ここが、21センチ。で、幅が12センチ。マチが2センチってなってますね。一応マチがあるようにはなってますね。ね、若干触った感じ、なんかモコモコしてる感じっていうんですかね。なんかちょっと分厚いような、中になんかメッシュポケットとかいろいろ書いてあったんで、それでかなとは思うんですけど。で、裏面は何もなし。それと持ち手がついてますね。こうやって長いストラップがついてます。で、チャックがぐるっと一周ですね。ここにぐるっと一周チャックがついてて、これを開けると、中がなんかいろいろ仕分けができるような感じになってるみたいです。で、メッシュポケットが1個、全面メッシュですね。で、チャックがついてて、で、反対側はカード入れとかなんか物入れみたいな書いてありましたね。で、一番上は下まで行ってるポケットとカード入れ3つって書いてあったんですけど、ここですね。カード入れがここにあるんですけど、とても浅いですね。これぐらいしかないんで、入れたカードは見えるぐらいですね。が、1、2、3、3つ。で、一番下にメッシュポケットってなってます。で、ここにボールペンとかを入れれるような感じで、ゴムタイプの紐がついてます。で、思ったんですけど、マチ2センチ、少ない。ほとんど何も入らないですよね、本当に。もうちょっとマチがあるのかなと思ってたんで、5、6センチぐらい？これじゃあ、何も入らないじゃんって言いたくなるような感じですよね、なんか。どうなんでしょう。普通のポーチにして欲しかったな、これなら。で、なんて言うんでしょうね。若干引っかかる。ここの、ここ、なんて言えばいいんです？ここが、マチがないんで、ここに。それなのに、中には、がっつり、こういう、分厚い。ここ結構分厚いですよ。メッシュポケットとかをつけるために縫ってあるんだとは思うんですけど、あとここにマチを作ってあるのかな、こういう感じで。なんで、これが邪魔をして、こっちもですね、開け閉めしづらい。とても。これはちょっと失敗作って言いたくなるぐらいですね。
うーん、これは本当どうなんって感じ。これならもう普通のポーチを作ってくれた方が嬉しかったかな。ちょっと楽しみにしたんですよね、このリンネルのセブンイレブン限定の方。ちょっとショックが大きいかな、これは。キッピス花柄ですね、こちらは。で、表にロゴのプリントが縫い付けてあって、で、裏面はポケットティッシュを入れれるようになってます。これはどうなんでしょうね。お化粧道具を入れてお手洗いとかで直した時にティッシュがいるかなっていうことなんですかね。なぜかちっちゃいポーチなのに持ち手は2つという。どうせならこっちを2つにしてほしかったですね、大きいんで。なぜかちっちゃい方が2つです。で、こっちはスムーズですね、結構普通のポーチなんで。うん。で、中はこんな感じ、何にもないですね。で、若干なんか入ってるのか知らないんですけど、モコモコっていうかふわふわっていうか、なんか若干厚みがあるんですよね。柔らかい感じです、裏から、中から触ると。で、ここはうん、これはほんとちっちゃいポーチなんで、握り拳1個分半ぐらいですかね、の大きさしかないです。で、ここもすごいワイヤーみたいな、なんか硬いのが入ってて、しっかりしてます。縫い目はもう切りっぱなしをちょっと縫ってあるような感じですね、いつも通りの。柄は可愛いんですけどね、すごい。この花柄のポーチのサイズが、多分ここですね、一番広いとこが 15.5。で、高さが12センチの、待ち2センチ。となってます。これ、ちょっとクッションがあるんで、あれですね、ちょっと、クッションがあるんで、粉物系を入れたりとかでもいいと思うし、リップとか、口紅とか、ああいうのを入れるのにも良さそうですね。リンネル。2月号は12月20日発売。通常号と増刊号を同時発売となってます。リサ・ラーソンですね。で、ハンドタオル、ポーチ、キーケース、トートバッグの4点セットですね。通常号の方が。でも、多分このトートバッグは、すごいちっちゃいんだと思うんですよね。ハンドタオルとか、キーケースと比べるとそんな大きくないですね。で、スマホと比べてもそうですね、やっぱりちっちゃいかな。で、セブンイレブン、セブンネットショッピングの限定発売がこちらになってます。コンパクトサイズのかわいいステンレスボトル、 120ml となってるそうです。ちっちゃいですね。気になる方は手帳にメモしておいてください。12月20日発売です。今回はリンネル1月号キッピス整理上手な北欧柄マルチポーチ2個セットの紹介でした。私的にはちょっと
残念要点が多かったかなと思うような2点セットでしたね。それでは、バイバイ。